三鷹市は多摩地域で最も多くウクライナからの避難者を受け入れていますが、市長、最近またその件で新しい動きがあったようですね。そうですね、あの6月の20日に、三鷹市の取り組み、あるいはあのウクライナから来ている方のですね、避難民の方の、まあ、お話を聞きたいということで、あの対馬法務副大臣が三鷹にいらしてですね、はい、懇談をしたり、ウクライナの人を交えて車座集会をしたりしました。へ、はい、対馬法務副大臣とはどんなお話をされたんですか？三鷹がですね、うん、今あのお話にあったように、まあ、多摩地域で一番ウクライナの方を受け入れているんですけれども、はい、まあ、それはあの偶然あの都営住宅で空いているところが多かったということもあるようです。うんうん、で、まあ、多摩地域で一番だと思っていたら東京都内で2番目なんですね。ね、あ、そうなんですね。はい、ですからたくさんの方がいらしてて、その方たちに対して三鷹の、まあ、国際交流協会ほか、まあ、いくつかの団体5団体で、まあ、三鷹市を入れてですけども、うん、まあ、いろんなのきめの細かい、あのご支援をさせていただいているので、まあ、その状況をあの法務大臣に法務副大臣ですね、うん、お話をしたり、させていただきました。で特にですね、うん、あの三鷹の場合あの、まあ、最初の、まあ、今はですね、はい、あのまあ、まさにあの避難されている方を、うん、あのおもてなしじゃありませんけれどもきめの細かいご支援をするというのが中心なんですけれども、はい、あのどうも戦争が中長期化する可能性があってですね、うんうん、そうするとあの三鷹市の場合は、まあ、市民として扱うと、なるべくこう自立していただいてですね、あの頑張っていただくということをあのウクライナの方ともお話ししている、まあ、そういう状況ですね。うん、まあ、これからはまあお客様であると同時にまたちょっと違ってくる、うん、まあ、そういう視点をお話しさせていただいています。はい、お仕事や学校なんかもね、支援が必要になってきそうですもんね。そうですね、あのウクライナの方もやっぱりあの支援を受けるだけではなくてですね、うん、あの三鷹に貢献したいと思っていらっしゃいますし、うん、何よりも自分たちの生活の足場をしっかり固めて、うん、まあ、就職したいとかですね、うん、まあ、もうすでに働いている方もいらっしゃるんですけども、部分的にはですね、はい、あの子どもたちを学校に行かせたりとかそういうことも、考えてきています。うん、はい、先が見えない避難生活で不安を感じている方も多いと思いますが、つい先日三鷹市が避難者の国民健康保険税と介護保険料を減免するという新聞記事を見たんですが、これはどういうことなんでしょうか？そうですね、あのやっぱり避難されてきている方は、うん、まあ、あの不安とともに、日本とかこの国にあの避難されているわけですよね。そうですね。でそれがあの、まあ、自分に置き換えて考えてみれば分かるようにですね、まあ、いつ病気になるか分からないし、あのお年寄りの方もいらっしゃる、まあ、そういう中であの自分の生活を足場をしっかり固めたいっていうふうに思ってますから、はい、あのそういう基盤をですね、きめ、うん、の細かい形であの整備していくことがすごく必要になってくる。うんうん、でその時にあの三鷹市だけでできることと、まあ、そうではなくて、まあ、国もあるいは東京都もですね、うん、あのしっかりその枠組みを作っていく、まあ、それが必要なことなので、うん、今市ができるギリギリ限界のところをですね、まあ、追求しているということで、あの国保とかですね、介護保険、まあ、そこはあの非常に、まあ、生活の、まあ、中心的なものでありますから、まあ、三鷹でできることはしていこうというふうに思っているところです。そうなんですね。避難者の方たちにとってもそういった支援はとても心強いですよね。そうですね、あの枠組み全体、例えばあのいつまで、こういう形が続くのか分からない中で、まあ、ひょっとしたらあの住まわれている都営住宅が打ち切られてしまったりとか、まあ、あの戦争終わったらすぐに帰れっていうふうに言われちゃうとどうなんだろうかとか、まあ、そういうことがあのやっぱり不安の声として出ています。あのそういう意味であのもちろんあの避難されている方の、まああの皆さん自己紹介とともにいろいろお話しされてましたけども、最初に出てくるのはもちろん感謝の言葉なんですけれども、まあ、あのそういうことで三鷹市民に三鷹市に限らず日本国に対して東京都に対しての感謝っていうのがまず最初ですが、それと同時にその次はやっぱりこれはいつまでこのあのご支援が続くのかということをですね、
まあ、不安がられていますので、その一つ一つに法務副大臣にもお答え願いました。だから、本当にいい機会だったというふうに思いますし、三鷹市のスタンスもしっかりお話しさせていただいたということです。なるほど。そして三鷹市といえばミショップがありますが、はい、ミショップの皆さんの活躍もおありなんですよね。そうですね、ミショップが非常に強いのは、言葉の、勉強をですね、ずっとこれまで積み重ねてきてるんですよね、海外の方に対して、ですから簡単な日本語を、どういうふうに喋るのかということですね、マンツーマンで教えたりとかですね、そういう形で同時に日本の文化もね、慣習なんかもお話ししながら、慣れていく、そういうことを、授業としてしたりしていますね。ミショップの皆さんがいろんなレクチャーをされているということで、本当にミショップの存在心強いですね。そうですね、はい、まさに今、国際交流協会の方でも、こういう時にやっぱり進化が問われるんじゃないかということで頑張ってます。はい、はい、なるほど。引き続きミショップと連携して支援をお願いいたします。はい、はい、これから結構長丁場になるかもしれませんので、三鷹市民の皆さんにもご理解いただいてですね、この苦境を一緒に乗り越えていきたいというふうに思ってますので、よろしくお願いします。はい、市長今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。